無事に食物を手に入れた男は教会へ戻ることにした。朽ちた礼拝堂に革靴の音が響く。教会の奥には少年が憔悴した顔で横たわっていた。男は少年に寄り添い、集めた食料を差し出す。少年は受け取ろうとみじろぎしたが、弱り切った体では食料を受け取ることすらできない。少年はごまかすように笑ってみせる。男は黙ったまま少年の顔を見つめていた。病気にかかっていたのね。そんな体で荒野を旅するなんて。ともかくこれで三つ目の記憶も修復できたわ。次の物語を回収できればこの杖の物語はおしまい。行きましょう。